でその間でもじゃあ世界はどうだったかっていうと、アメリカでですね一番最初に、性的少数者で、立候補した人は、いつ頃だと思いますか。オープンリー LGBTQ の中で一番最初にアメリカで立候補した人、何年ぐらいだと思います。ストーンウォールって知ってますか。ストーンウォールのいわゆる暴動っていうのが60年代の後半、68年の6月28日かなんかにあった。でその時に、まあ知ってる方たくさんいらっしゃるでしょうけども、ストーンウォールが出てきたのが68年で、それで、その時に一番最初に矢面に立ったのが、で一番最初に戦闘的なことをやったのはレズビアンのおばちゃんたちと、だからドラッグクイーン、つまり女装者だったんですよね。その時にいわゆる男たち、男というかゲイたち、ゲイ男性たちは何してたかというと、あの後ろの方で遠巻きに見てたんですけれども、この失礼、一番先鋭的なところをやってたのは一番虐げられてた人たちだったんですわな。でこいつらが一生懸命頑張ったおかげで、実はその70年代にゲイの人たちがやっぱり俺らも頑張んなくちゃっていうんで、いろんなところに立候補し始めるんですが、それで一番最初に、当選するのが、77年のハービーミルクだよね。で78年に殺されるんですけどね。でもハービーミルクの前にいるの、1961年にサンフランシスコの同じようにして執行委員に立候補した、ホッセなんとかっていう人がいるのが確かスペイン系の、スペイン系とかヒスパニック系の、61年に立候補して、やっぱりダメ、落選するんですよ。でもね、立候補したっていうことはね、これ大変なことだったんだと思う。つまり68年のそのストーンウォールの前までは言ってみれば、その前にいわゆるあのホモファイル運動とか、そういうあのゲイの人権問題に関してその政治団体なんかも作ってる人たちもいました。マタシン教会であるとか、ハリヘイっていう人が後にあのいろいろラディカルフェアリーズっていう政治団体を作ったりもするんですけれども、いたんだけれども、やっぱり全体的に、だってストーンウォールの反乱自体ね、あの新聞に出たのはね何ヶ月か後なんですよ。その時にあれだけ5000人も反乱暴動の、あの3日目はあのニューヨークの街中であんなことやってるにもかかわらず新聞に出なかったんですよ、あれ一つも。で何ヶ月か後にいわゆるホモたちの、いわゆる変態たちの暴動が起きたということを取り上げられたのは確かに2ヶ月後か3ヶ月後ですね。でそれまで出なかった。その中で1961年にね、そのホセなんとかさんっていう人がさ出たことはね、これはね、あのもちろん当時の、アメリカのゲイたちのホモフォビアも刺激したかもしれない。でもどっかにその、ね、あの種が植わって、つまりゲイであることと政治のこととのこの間の回路がつながるんだよね。そうするとね、この回路がつながるってことはどっかにどっかいつかこの思考回路が、実現することがある。それで16年後の、同じくサンフランシスコの執行委員に、ハービー・ミルクが何回か落選した後に当選するんですね。ところがハービー・ミルクが当選した翌年にハービー・ミルクが殺されることになります。同じ執行委員で当選した、消防士の、とても敬虔なそのキリスト教者の家庭に生まれたダン・ホワイトという同じ同僚執行委員がですね、まあ、彼は彼なりに一生懸命考えたんでしょうね。自分の義務だと思ったのかもしれない。つまりこんな不埒な変態を、のさばらしておくことは神の意思に反すると思ったんでしょうね。自分の拳銃を持ってその市役所に行ってですね、市役所といいますか市議会に行ってですね、ハービーミルクを撃ち殺し、そして当時、市長だった男の人も、その同じ拳銃で、撃ち殺してしまったんですね。ほんであれは裁判になってですね、2人殺したんだよ。懲役何ヶ月だったっけ。
懲役8ヶ月だっけ、 8年だっけ、なんかそのもんだ、8年と8ヶ月全然違うけどね、懲役数年だよね、はい、で、まあ、彼は出てきた後で、ダン・ホワイトが出てきた後で自殺するんですけどもね、そういう、まあ、政治的な事件があった。でも一方で、その70年代というのはやっぱりいろんな人がやっぱりカムアウトしてきた時代でもあって、今、アメリカにはですね、アメリカっていうのはその議員だけじゃなくて、その地方の例えば東京なら東京の、検察長官、検察官、アトニージェネラルっていうんですが、それも公選で選ぶ、投票で選んだりします。それから教育委員長も公選で選んだりします。それからあと、警察官と別に保安官、シェリフっていうシステムがあるのね。シェリフっていうのは何かというと、住民たちが自分たちで選ぶ人の、選ぶ、いわゆるセキュリティ、社会的なセキュリティを保つ人で、この人、保安官も選挙で選びます。ですからトップの大統領から、その保安官まで、もしくは地域のその執行委員まで、執行委員というのは市議会議員と同じなんだけれど、その人たちまで全部合わせるとアメリカに51万1000人の51万1000職、仕事として51万1000の、公選公職っていうのがあるのね。いや、これは膨大なものですけどね。で、今ね、その中で、LGBT どのぐらいか分かりますか。日本には何人ですか。公職ですか。公職は3万人から4万人。今市町村合併でだいぶ減ってきてますけど、うん、それぐらいですね。で、その中で LGBT と言ってるのは、あなたと上川さんと2人だと、はい。まあ、アメリカもそんなに別に褒められたもんじゃないんですけれども、その中で、この間中間選挙あったでしょ。中間選挙っていうのは、大統領選挙と、の中間にある、日本は統一地方選挙ですけども、中間選挙というのは、アメリカで50州ありますから、それの連邦としての、ステートとしての、上院、下院、それから州ごとの、それから上院、下院、それから、軍の、上院、下院、それから市議会とかっていうのがあって、村議会というのもあって、そういうところを全部含めてなんですけれども、アメリカには、上院議員で LGBT だというふうに公言している人は一人もまだいません。下院議員には、何人かいます、レズビアンで有名な、なんだっけな、タミ・ボルドウィン、うん、綺麗な人ですね。かっこいい人だ、あとバーニー・フランクという、これマサチューセッツ州で昔からやってる大変こわもての早口で口がこのふうになってるんでね、英語よくわかんないんですけどね。そういう人がいます。これはオピニオンリーダーですね、もうね。から、実は去年の12月かなに亡くなったんですが、ゲリー・スタッドという人、スタッズか、スタッズという人は実は最初に、アメリカで、ホモセクシャルであるというふうにカムアウトした議員です。この方は去年の12月に亡くなったんですが、1978年かな、実はセックススキャンダルがあってですね、その自分からカムアウトしたんじゃないの、セックススキャンダルでね、彼がね、モロッコかどっかにね、17歳の少年連れてね、遊びに行ったっていうことがですね、なんか週刊誌から中に暴露されてしまって、それでカムアウトせざるを得なくなったんですけれども、カムアウトした。で、それで初めて連邦レベルが出てきたのね。